ヒュビンカー協会鉄道博物館展示の機関車。ヒュビンカーはフィンランドウーシマー県に属する地方自治体である。ヘルシンキ軍に属し、ヘルシンキの北方 50km に位置する。ヘルシンキからハメエンリンナ、タンペレへと続く自動車道路と鉄道が市内に通じており、ヘルシンキのベッドタウンとなっている。ハンコとポルボーの間の重要な道路である。 フィンランド国道25号はヒュビンカーの南部に位置しています。ヘルシンキの証券であるため、都市計画は商業よりもレクリエーション施設などに力を入れたものとなっている。市内の有名な観光地としてはヒュビンカー協会と北野邸、フィンランド鉄道博物館がある。郊外にはスカンジナビアのゴルフ愛好者の間では知られたゴルフコースがある。 市内にはコネクレーンズの本社が立地する。16世紀、ヒュビンカー、ヘルシンキとハメンリンナの中間地点には宿屋があった。最初の調税書には、その宿屋の周りに、いくつかの家があったことを示している。ヒュビンカー村が成長を遂げたのは19世紀後半のことである。要因となったのは1861年にヒュビンカーを通る鉄道が開通したことである。 フィンランドで最初の鉄道はヘルシンキハメンリンナ線で、その時に設置された鉄道駅の場所が現在の市の中心部となっている。現在も鉄道駅は同じ場所に置かれている。ヒュビンカーからハンコ港へと分岐している。1872年に設立されたハンコヒュビンカー。鉄道はフィンランドで最初の私鉄で、1875年には国有化された。 1900年代初頭には、ヒュビンカー駅はアメリカへ移民するために、ハンコ港へと移動する際の分岐点として重要なものだった。ヒュビンカーには深い松の森があり、空気がきれいだと言われていた。1880年代には、ヘルシンキの内海たちが、天地療養のためにサナトリウムを開いた。1892年に、羊毛工場がヒュビンカーに開設された。 この工場は1990年代まで存続した。現在も赤レンガのホールが現存し、展示センターや劇場に使用されている。ヒュビンカー飛行場は、第二次世界大戦後の短期間、ヘルシンキ空港と丸見空港が連合軍艦に接収されていた時期に使用された。現在、飛行場の近くには、モータースポーツセンターがある。ありがとうございます。